北海道東照宮は北海道函館市神川町にある神社。別名は函館東照宮。東照大権限を祀る東照宮の一社である。旧建者。1864年、江戸幕府が五稜郭を建設するに伴い、サマニにある塔、院に祀られていた東照大権限を五稜郭の肝にあたる神の山村に遷座する形で創建された。 この際、上山は上山と改名された。霊体祭が盛大に行われるなど、同社は江戸日光と呼ばれて、信仰を集めた。函館戦争では、旧幕府軍は五稜郭北方の防御拠点として四稜閣のほか、東照宮に陣地を急増し、明治2年5月11日の函館総攻撃で、権限台場も戦場となり、社殿が消失した。その後、 1874年6月に八千頭に仮社殿を建てた後、1878年12月に南新町へ、さらに1879年4月には亀若町へと函館市内を転々とした。1934年3月の函館大火では、類承したが同年9月に再建された。社格は1874年には孫社であったが、 1915年に、号社。1923年に、県社へ昇格した。1992年に、現在地へ移転。総研寺の意向として、当時の函館奉行、小出秀美が奉納した、三影石の蝶図鉢が残る。ありがとうございます。